それでは小木さん、ご登壇ください。地元の放送局で26年間仕事をさせていただきました。そして、政治を外野でワイ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 言ってるんじゃなくって、人権というものを尊重できるそういう政治にしていきたいという思いで、今から13年前になりますけれども、衆議院議員の総選挙に出馬をさせていただきました。4回の選挙を戦いまして、なかなかの厳しい戦いでございましたけれども、それでも途切れることなく多くの皆様方に国政の場で公理に仕事をさせたいという思いでご支援をいただき、この間活動してきたわけです。東日本大震災の発災の折にはいろいろなご意見ございましたけれども、宮城の復興の責任者として復興政務官を仰せつかって沿岸各地域を回りました。飯塚さんとも
長町のアスト長町の仮設住宅でお会いをし、そしてその後も復興公営住宅に変わられた後もいろいろお力を尽くしていただいているのも間近で拝見をさせていただきました。この間、厚生労働委員会あるいは文部科学委員会、復興委員会、法務委員会等々を委員として頑張ってまいりまして、実は大津の事件、いじめの事件を受けて議員立法だったんですけれども、子どものいじめ防止推進法というこの議員立法を、作る側で携わらせていただき、与党の長谷さんなんかとも後に文科大臣やられますけれども、いろいろとやり取りをさせていただきました。立法をしたけれども仙台でこういうことが起こって、今も仙台だけじゃなくってあちこちで似たようなことが起こっている、法律を作っても魂を入れたというふうに思っても現場ではなかなかうまく動いていないところもあるのかもしれないということも今回の事件を受けていろいろと私なりに考えたりもしていたところです。今回こういうお話をいただいて、そして皆様方の今の熱いお気持ちを聞かせていただいて、大変心を震える思いでおります。私はやはり政治っていうのは市民の皆さんたちが一人一人が作っていくものだというふうに思っていて、この間も現場を大切にするつもりで活動してまいりました。今日はそのことも改めてですね、私の中で確認をさせていただく機会になったと思っています。実は会場の中に私はまだ後援会の皆様方にですね、今回の件のことでご説明をしていないのです。ところが会場にですね、後援会の方々が何人かのお顔が見えてましてですね、ゆっくりご説明するつもりでございます。でも後援会の皆様方にお許しをいただいて、何しろ私はこのバッジ今つけてますけれども大変重いものだと思ってます。今のそしてこの国政の状況ですから、大変深い悩みの中に実はここ数日身を置いてまいりました。そして今日皆様方からのご意見をお聞きし、明日後援会の方々に最終的なご意見をお聞きさせていただいて決断をさせていただこうと思います。本当に重く受け止めさせていただいて、もうしばらくお待ちをいただきますように、もうしばらくです。でも今日のこの時間は私にとっても大きなものになったということを改めてお伝えいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。改めてもう一度大きな拍手をお願いします。